松平野城は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名。上野国名場藩、美濃国岩村藩初代藩主。小牛松平家六代当主。官位は、地獄下、泉守。白い東都志道丸具足。五代、松平新城の長男として誕生。陽明は源次郎。天正十年、父が死去したため、家徳を継ぐことになった。 天正十五年、主君、徳川家康から返旗を受け屋城と名乗った。天正十八年、家康が関東に違法されると、上野国な場軍内に一万国の所領を与えられた。家のは、上野国な場に、不祖の菩提寺として、小山殿栄養賞を招いて、旧正山、森岩尾寺を建立した。三号及び二号は、松平家城の父、新城の宝号倍光院殿。 森和道大前城門、祖父、松平近しのりの名空原民伝旧起与し、正代古事にちなむ。慶長元年に若見を除任された。慶長五年の関ヶ原の戦いでは家康に従って、従軍し、三河国吉田城の守備を務めた。戦後、家康からそれを称されて、慶長六年美濃国の岩村藩に満国に、 家造違法されたので、森岩尾寺も岩村に移した。また、岩村城近くの山麓に、自身の母大寺として、龍岩尾寺を建立した。慶長19年家城が没すると、龍岩尾寺内の墓地に埋葬されたが、寛永15年、二大藩主の松平乗りこと武器が、浜松藩へ天保となると、龍岩尾寺は廃された。大名墓地にある松平家城の墓。 ありがとうございます。